ちは。はい、グッポル製品紹介やっていきたいと思います。本日ご紹介するのは、こちらの3足。1足目に、おすすめしたいシューズ3種類をご用意いたしました。はい、こう一つずつ順を追って、簡単に説明していきたいと思います。じゃあまずはこの一番右のこちらの靴から紹介していきたいんですけど、こちらは、スカルパのベローチェという名前のシューズになります。はい、この靴のポイント、この靴は柔らかい特徴ですかね。そうですね、そうめちゃくちゃ柔らかいんですよ。結構スカルパーのシューズの中で今一番新しいモデルなんじゃないですかね。そうだと思います。今日撮ってる段階では一番新しい。そうですよね、すごいもうグニャグニャですね。めっちゃくちゃ履きやすいです、めちゃくちゃ履きやすい。まあジム向けにもうコンフォートシューズ、快適シューズとして開発されたみたいなんで。そうですね、これサーキットのゲストセッターですね、あの柴沼さんが、あのゲストで来てくれてたんですけど、柴沼さんもあのこちらのシューズすごいいいっていう、まあ、SNS なんですけど、まあ、投稿を見まして、まあ、トップクライマーもそうですね、ジムの、まあですかね、練習用シューズじゃないですけど、まあ、それぐらいやっぱあの評価の高い靴になってます。はい、そうですね、これこの S72 っていうか、このオリジナルのソールなんですけど、新しい、めちゃくちゃ粘るんですよ、すごいですね、これ。いや結構粘りますね。いやこれわざとじゃなくて、ほんまにこれなんかすごい引っかかりがあって、柔らかいシューズとの相性はめちゃくちゃいいんじゃないかなって。そうですね、ダウントゥーですよね、これ。そうですね、まあちょっとダウントゥーしてるかなって感じなんですけど、柔らかいからあんまりこうめちゃくちゃダウントゥーしてるからこう指がっていうほどの印象じゃなくて、すごいスメアリングが効くっていうのが、まあ、快適に登れるっていうのと、まあ僕らはセットとかしてる時とかはやっぱずっとね靴履いてると長時間しんどいんで、こういう靴があると、まあ、特にボテとか踏むような課題が多い時はめちゃくちゃ重宝する感じだと思いますね。そうですね、価格がかなりあの手頃な価格になってるんで、今そうですね、かなり一足目に、まあ、おすすめしてるシューズになってます。14,300円、まあ、昨今はね、もう2万円超えが当たり前のクライミングシューズ界の中ではかなり、まあ、スカルパーは値段が抑えられてて高品質なものが多いように感じますね。ありがとうございます。は次は、こちらアディダス510の霧紙という名前のシューズになります。はい、こちらはそうですね、まあ、こちらも本当に新しいエントリーモデルのシューズっていう形で、まあ、出たんですけど、硬くもなくでも柔らかすぎずもなく、ちょっと日本語がおかしいですね。まあ硬くもなく柔らかすぎるほどでもない、柔らかすぎない、適度な剛性と、ね、はい、フラットソールで、まあ、履き心地はかなり快適ですね。もうベルクロが2本、そう日本ベルクロ で足入れもすごいあのしやすくなってます。こう広がって足は広い、ワイドは広い感じですかね、ワイズは。横幅は結構広めになってて、後ろのラバーもステルス、ステルス使ってて、硬さも結構あるんで、まあ、初めての人が靴クライミングシューズ履くときって、おそらく、まあ、ちっちゃいのが踏めないとか、レンタルシューズだと、そういうことも多いと思うんですけど。そうですね、まあ、それが靴がかなり助けてくれる硬さかなと思います。まあ、それがレンタルシューズとはもう明らかに違くて、まあ、かなり快適なんだけど、レンタルシューズのワンランク上、ツーランク上っていう性能を発揮できるシューズかなと思います。まあ、
こっちはね、逆に柔らかいんで、まあ、足の練習にかなりいいかなって感じですね。ああ、なるほど。まあ、硬い方が踏めることはもちろんあるけど、まあ、柔らかいと自分で乗らないとダメなんで、そうですね。しっかり足の置きの練習をするには、まあ、雑にならへんようにするには柔らかいシューズもいいかなと思います。まあ、硬いシューズもね、もちろん。まあ、最近でもジムやと、めちゃくちゃ小さいホールド踏むっていうのは少ないかもしれないですね。そうですね。そういう傾向になりつつありますね。はい、じゃあ最後の一足ですね。こちら。こちらは、アディダス510のアシムという靴になります。はい。ちょっと今のこの流れで紹介してきたんですけど、柔らかい、まあ、真ん中ぐらい、でこのアシムは結構硬いシューズになってます。フラットソールの硬めのシューズになっていて、もうつま先もこのヒールも、すごい剛性が硬いですよね。結構硬いです。いや、そうなんですよ。すごい硬いけど、まあ、これも切り紙みたいな感じで、足入れはすごい日本ベルクを外せば、ね、日本ベルクでいいです、で初めての人も、まあ、さっき言ったように小さいのが踏めないとかっていう人は特にこれいいかな。あとヒールがねものすごいいいんですよ、これ、まあ、こんだけ剛性がしっかりあるともうガッチリヒールの力も入るんで、まあ、柔らかいシューズってヒールも柔らかいことが多いんで、まあ、初めて慣れてない人とかやとこういう柔らかいヒールで自分で潰して履けるっていうのはちょっと難しいかもしれないです。その分硬さがあるヒールだと誰でも ね、まあ、結構かけて力が込めれるんで、まあ靴が負けないって感じですよね。やっぱり柔らかいシューズっていうのは、技術が必要ですよね。そうですね。細かいホールド組むのも、そうですね。なんかヒールとかもそうですし、ヒールとかも。そうなんで最初は、まあ、やっぱ柔らかいシューズすごい快適なんで、あ、着たい。まあ僕らも結構おすすめしてるんですけど、そうですね。やっぱある程度剛性があるシューズっていうのも、まあ一度はそのやっぱ履くっていう経験も必要なんじゃないかなとは。まあ、シューズが結構助けてくれるかなって感じで、柔らかいシューズは快適やけど、その足裏の練習として使うにはいいけど、今すぐちょっとこう使えるようになりたいとかやったら、ちょっと柔らかいシューズやと最初は乗りにくいやつもあるかもしれないですね。まあ、その代わり自分自身の向上にもなるっていうのもあるので、そうですね、まあ難しいところですね。いや、本当に難しいですね。どっちが一概にいい悪いってわけじゃないんで。アシムなんかはエントリーモデルに近い形はしてるけど、結構岩場でリードとか、マルチとかやる人も結構買っていかれるんですよ。まあ、長時間履いてても痛くなりにくい。で、剛性がある。で、フラットっていうのはそれが全部叶えられてるシューズだと思うんで、初めてに近い人が岩に行くときとか、あとやっぱベローチとかやとちょっと物足りひんっていうか怖いかなっていうのもあるんで、踏み負けちゃう、踏み負けちゃう、その場合はちょっと硬めの、まあ、岩によく行くっていう初めての人、初めてというか岩に初めて行く人とかやったら硬い靴の方が登りやすいかなと思いますね、そういう時は。いや、そうですね、初心者だけではなくて、そのまあ普通に中級者上級者の方とかでも、なんか岩場のそのなんていうんですか、いきなりダウンとか履くのがちょっとこうきついとかだったら、これでちょっとなんかアップじゃないですけど、まあそういう履き方もありますね。そうですね、まあ、スラブとか水壁とかやとダウントゥーじゃない方がいいことも結構あるんで、やっぱりその時とかやとアシム、まあ、もしかしたらダウントゥーのめちゃくちゃいいやつに登れるかもしれないです。そうですよね、もうそのやっぱ自分に合う靴が一番いいシューズだと思うんで、実はフラットソールの靴が僕は履けたっていう、あんまりフラット、まあでも履いてる人もいますね。でもダウントゥーの方が多いイメージですけど、まあ今は大体みんなこう何でもできるちょっと中間ぐらいの、中間から柔らかいぐらいの人が多いですけど、結構硬いっていうシューズにまた今年ぐらいからは結構傾向を戻っていくんじゃないかなと。まあね、今ちょっと
そうですね、こうコンペとかもあんまり開催されてないんで、岩に向かう人も多いんじゃないかな、うん、そっちの需要が、まあ足もそうですね、はい、足もすごいいい靴あとは値段、さっきちょっと切り紙値段言い忘れてましたね、足元合わせてちょっと言いましょう。ベローチェが14,300円でしょ、切り紙が19,899円。わお、安い。安いですね、うん、安い安い。で、アシム、アシムは今なんと 25% オフセール、11,550円です。安い。うん。これも安い。安いですね。素晴らしい。まあ、硬い真ん中。硬い真ん中。柔らかい。柔らかい。まあ、どれがいいっていうのもさっきも言ったように違いや言いにくいですけど、まあ、ちょっとこう、自分が岩場行こうかなとか、うん、ジムだけでとりあえず登りたいなとかっていうのに合わせて選んでみてもらえたらいいかなと思います。はい。今回は、僕らグッポルスタッフが選ぶ、1足目におすすめしたいシューズ3種類をご紹介させていただきました。はい、そうですね、まあ、各シューズ、概要欄の方にリンク貼っておきますので、もしこの動画見てねちょっと興味あるなと思った方はぜひチェックしてみてください。はい、じゃあ今日はこれで終わりたいと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。Thank you.